こんにちは副業サポータータ堀秀です今日は満員電車に乗りたくないということでね、えー、私は満員電車は大嫌いなんですけど、まあね、えー、満員電車乗りたくないと。で、引っ越しましたとか言うとね、まあ結構ね、その話聞いてる人の冷たい目線をね、えー、浴びるわけなんですけど、まあ、いや、それはあの、耐えられないの普通でしょうというようなね、話が。 ホリエモンの本の紹介インタビューで出てたんでシェアしたいと思いますイギリスの研究によると満員電車に乗っているストレスは戦場の最前線の兵士が抱える精神的負荷とほ,ほぼ同じなのだそうだとホリエモンの本「ありがねは全部使え」の紹介インタビューで紹介されていた話です、まあ、そうだと思いますねこれ耐えらんないだろうというふうにね 思いました。まあ、初めて、ね、えー、東京出てきて、まあ、池袋の椎名町というところに住んだわけなんですけど、まあ、ある日、ね、確かディズニーランドにバイトに行くために、えー、最寄り駅の椎名町に行きました。すると、電車の扉が開いた瞬間、人が溢れてくる、ね。降りるわけでもないのに溢れてくる。扉が開くとね、中の人が溢れてくる。でそこに、 これ乗るのかと。えー、いやぜ絶対これ乗れないでしょうと思ってね、えー、引き返して、池袋駅まで歩こうと。ねまあ、15分か20分だったと思うんですけど、歩いた方がよっぽどいいねと思って歩きました。それ以来、えー、混んでる時間にこの、えー、品町から電車乗ったことないです。そして今年、ね、えー、戸田に引っ越して、まあ別に私、通勤するわけじゃないんでね。 えたまにまあ都内に用事があって行った帰り、まあ通勤時間は避けるんで、まあ大したことないだろうと、ね、思ったら大間違い。夜の10時半だろうがね、11時だろうが、もうものすごい混雑。マジこれ乗るのと、ねえー。酔っ払って出来上がって乗ったらリバースしちゃうんじゃねえのっていうぐらいのね、もうすごい電車で、いや、これ乗るの絶対無理だしと思ってね、えー、1週間で引っ越しを決めました。 一週間で引っ越し決めた後もね、三週間ほど住んでたんですけど、埼京線乗るのはやめて、京浜東北線に乗ってバスを使うと。1時間に1本しかないバスのためにドン・キホーテでね、えー、まあ時間潰しというか、ーチしたりしながら、西川口からバスを使うという生活をしました。まあ、それぐらいにやっぱ満員電車、きついと、慣れっての恐ろしいもんでね、えー、皆さん乗ってますけど、 まあ乗ってる人多いですけど、まあ、それは戦場の、ね、最前線の兵士と同じ精神的服が毎日かかって通勤してるわけですから、あんだけ抜け,抜け殻というかね、えー、もうなんか、世界で一番まあ不幸な人たちが集まってんのかなってぐらいに、日本も電車乗ると思うわけなんですけど、その理由が分かったという感じです。でまあ、それだけ大変な、ね、ストレスに耐えていれば。 まそうは言ってもね、未来はもっと良くなると、ここで踏ん張りどころだ、我慢だと言うならまだいいんですけど、まあ、耐え難い苦痛に耐えていれば未来はもっと悪くなると。ね、え何の罰ゲームだ、拷問かって感じなんでね、まあ、本当にもう日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。 私もね、輸出で稼ぐことを教えてるからこそ、まあ、満員電車とか嫌だとか言ってすぐ引っ越ししてね、電車通勤とかとは無縁な生活が遅れてるわけですし、まあ、なんなら日本に限定されず、ま、好きなところで暮らせるというふうになりました。このスキルないとね、日本は本当に大変だなというふうに思います。本当かよと、ね、そんなに輸出稼げんのと、興味湧いた方は、こちらの 無料アマゾン輸出メールセミナーにメールアドレスとお名前を記入して登録ボタンを押して、この無料でアマゾン輸出の情報をチェックしてください。今ご覧になっているのがね、え、YouTube 動画の方は、ここ記入もクリックもできないんで、YouTube 動画の説明欄に書いてある URL、メルマガ登録の URL をクリックしてメルマガに登録してください。日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。副業サポーター、堀秀夫でした。